皆さんこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ本日も始まりましたダンデラインオスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、英雄伝説千の奇跡3実況プレイパート151へやっていきましょう。逃げ出した、カルバート峡谷の兵隊を、追っていきます。なんかパニックに陥ってるんですよね。来るな、どうか落ち着いてくれ。有権者紹介よ、帝国の当局じゃないわ。ま、お仲間についても CID との水面下の交渉には入っている。どうやって先に戻って家族を安心させた方がいいんじゃねえか。どうして、あんたらは一体。少なくともここにリベール出身も二人いるぜ。私は一応レマン実習ですね。出身はレミフェリアですが、まあそういう意味でちょっとは安心してくれたまえ。ふん、どんな説得の仕方だっつうの。俺怖くて、最初は親父の仇討ちで、敵討ちで潜入作戦、ああなんかなんとか情報をつかもうとして、ああでもあの赤い悪霊が、いけません、霊視反応増大、やだもうやだ、うわーうわ、だいぶ気持ちのこもってないわ、うわでした。ジンバ魔皇兵アズラルキエル、ジンバ一体、しかも二刀流魔皇兵、しかもジンバ型、見たことないのだ、見たことのないタイプです。大昔に放たれた魔導士どもの決戦兵器か。このままだとあの人がぶち滅ぞ。小僧ついてこれるな、チャリメダルおっさん、来ます。センズリングオン、みんなどうかよろしく頼む。強敵ね、上等じゃない。よっしゃ、させるか。行くぞ。BP が何にもない。ではいつも通り、いや、俺の番だな。あ、先新規ご使ってからやればよかった、もったな。マイ、俺の番だな。いや、よし、あ、これどんくらい削れるかな。神道滅却、我が太刀は無、見えた。さあ太刀の太刀全世よ。おいね、俺の番かよ。使ってみるかな、これ。そらよった。いいカードだ。お？任せろや。もらったぜ。崩れたぜ。もらった。いいぜ。もらった。え、これはおまけよ。
よし。さあ、とっとと先に進むわよ。不審術。悪くねえな。不審術って攻撃力上がるやつ？よかった。はあ、なんとかなるものですね。焦ったわ。昨日の今日であんなのとやり合うなんてね。確かに、そちらの彼は。ああ、気絶しただけだろ。昨日から一睡もしないで逃げ続けたみたいだからな。やれやれ。だが、最悪の事態は免れたか。おい、大丈夫か？ランディさん、トバルさん、一足遅かったわね。やれやれ、こっちの待機は無駄者だったみたいだな。アッシュ、なんでお前がいいんだよ。へっ、まあ気にすんな。危なかったようだが、これでなんとかなりそうだな。ああ、ギルドの方と、ギルドの方と合わせて、総会についてはよろしく頼む。ああ、任せたまえ。合わせ技になるだろうが。鉄道憲兵隊方面でも特別対応ができるはずです。ああ、各所手続きはこっちでやるから頼んだぜ。とりあえず一件落着ですね。よかったです。皆様、どうもお疲れ様でした。男。若い工作員は目を覚ました後、付き物が落ちたようにおとなしくなっていた。パトリックやギルド関係者に保護された名目で、共和国への強制送還の手続きがされる形となり、ランディ、ティオ、ティータ、シャロン、オリバルト王子も一足先に町へ戻るのだった。やれやれ。何を勘違いしてんだか。でも、レクターさんの配慮がなければ、どうなっていたかもわかりませんし、そのあたりを彼もわかったんでしょう。ああ、だから手間を省いただけだっての。それ以外のどんな理由が。罪滅ぼし、じゃねえのか。アッシュ。それとも同情か？昔の自分を重ねてのな。なあ、カーバイド、卒業したらやっぱうち来るか。ギルドの連中に持ってかれるのももったいない気がしてきたぜ。ふざけろ。どっちも行くかっつうの。それじゃあ認めるんだな。それはちょっと待ってくれ。俺がいてもいいんですか？込み入った話みたいですか？帝国人である限りあんたも聞く権利はあると思うが、だがま、このまま先に帰って。いや、別にいいだろう。そうだ、お前さんが気づいた通りだ。俺の父親は元帝国正規軍第13機甲師団所属将官、ハーメルの悲劇を企てた主戦派にして貴族派の准将だ。認めた。認めやがったな。ちょっと待った。それは王国軍の仕業に偽装し、ハーメル村を両兵崩れに襲わせ、百日戦役の口実とし、オズボーン准将の調査によって極刑を受けたという。クレイグ将軍から聞いたか。まあそういうこった。帝国軍人とは名ばかりの虚勢ばかり張ってた小心者。処刑されても仕方ないようなことをしてかしまったバカ野郎だ。詳しく話せよ。当事者のくせにここまで俺を振り回してくれたんだからな。
やれやれ、面白い話じゃないだろうが。そうだな、もう14年も前になるのか。うちはラマール貴族だな。と言っても領地も爵位も持たない騎士階級の身分ってやつだ。いわば貴族の最下層、平民と変わらない暮らしぶりだった。俺もガキの頃は貴族じゃなくて平民のたちの方が多かったくらいさ。正規軍では非主流の貴族派に属し、大貴族の顔色ばかり伺ってた親父に同情すらしていたくらいだった。小心者でお袋にも逃げられて、でも悪人にはなりきれない。そんなしょうもない、それでもたった一人の家族だった。俺が11歳の時、しばらく会えなくなると親父は告げた。無事成し遂げられたら我が家も晴れて領地持ちだぞ。そんな風に生やす親父の顔には高揚と不安、そして拭いきれない罪悪感が色濃く現れていた。数日後、王国軍の国境審判を受け、正規軍と一部の両兵軍がリベールに侵攻し、百日戦役が始まった。侵攻の先駆けを務めたのは第13機甲師団、親父の率いたところだった。海戦の話を聞いた時、俺は嫌な予感が湧き上がるのを止められなかった。何があったのかだけじゃない、これから何が起こるのかまでなんとなく分かっちまったと言うべきか。そうこうするうちに3ヶ月で親父たちは王国軍の反抗作戦によって括弧撃破されちまって、帝国正規軍がいよいよ本腰を入れて数倍の兵力を投入しようとしたところで、突如停戦合意が成立された。後に言われる通り、ちょうど100日ぐらいで終わったわけだ。帰国した親父たち貴族派召喚を待っていたのは自業自得の結末だった。極秘の軍事裁判、容疑は両兵崩れを使ったハーメル村の虐殺 と偽装だ。法廷から全権を受けたオズボーン准将、ギリアスのおっさんが全てを調べ、リベールの女王とも極秘交渉も行い、即時停戦と親父たちの極刑をもって全てをなかったことにした。そしてハーメルの名は地図から消え、残ったのは山津波が起きたという事実だけとなった。俺はその流れが避けられないとなんとなく最初から予感していた。侵略が失敗するのも、親父が処刑されるのも、バックにいた大貴族が証拠隠滅のため残された息子を処分しようとするのも、だがあがこうともせず、ただそいつを受け入れるだけだった。そこにギリアスのおっさんが現れて、俺から話を聞いていくうちに妙に興味を示しながら手紙を渡してきた。処刑直前の親父から託された手紙、どうってことのない家族への最後の言葉だ。そこには自分がやっちまったことへの後悔、どうして魔が差してしまったのかという困惑、それから息子への謝罪と、諦めずに生き続けてくれなんていう平凡でありきたりな言葉が綴られていた。おっさんは言った。俺に呆然と手を差し伸べながら、全てを達観して世を儚むのは早かろう。いつか父の仇を討つという目的でもいい、私の元に来てこの世に生を受けた意味を見出してみるがいい。そうだったんですか。それでレクターさんはアイアンブリードに。ま、タイミング的にはルーファスの旦那やクラより先だな。最も最初は新設された情報局で準スタッフとして適当に手伝うくらいで、受け入れたのはリベール留学から帰国して正スタッフになった時だったが、それは要するにてめえはハーメルの仇の息子ってわけだ。たとえてめえ自身が手を汚してなくても。いや、さっきも言ったように、俺は親父の言葉に予感を感じてた。多分それは俺の能力で、それを生かして止める方法もあったはずだ。その意味じゃ俺も同罪だろう。
レクターさん、足も事情わからないが。いいんだシュバルツァ、こいつが求めてるのは真実。俺はそれに応える義務がある。さてどうする。アッシュカーバイド今日つけてきたのもそれを確かめるためなんだろう。てめえについては分かった。だが判断は保留だ。何？俺がどうするかは俺が決める。てめえの挑発には乗らねえ。ちなみにアランドール、リベールの学校に留学したってのは親父がしでかした罪滅ぼしのためか。てめえにその顔をさせただけでも少し留飲が下がった気がするぜ。そんじゃな、二人とも。シュバルツァーもとっとと戻るんだな。ああ、夜は祝賀会だ。こんなところで油を打てないで、せいぜいみんなと楽しんでくるといい。てめえが言うんじゃねえ。ったく、一本取られたな。俺もたまに驚かされていますよ。ですが、ひょっとして彼は。と、そいつに関しては俺からはノーコメントだ。いずれあいつ自身の口から聞く機会もあるんじゃないか。まあでもね、レクターの親父さんの一件にあんだけ腹立てたってことは、まあアッシュの、ね、出生についてももう大体決まったようなもんだろうね。そうですね、パーメルの意地聞いた話だと二人だったはずだが、運よく虐殺から逃られた容姿が通りすがりの人間に拾われて。ちなみにシュバルツァ、多分将軍から聞いてんだろうが、仇っていうのはお前さんにもだぜ。あ、デート近郊にあった純将の自宅が両兵らしき時代に襲われたのだ。翌朝発見されたのは焼け落ちた建物と純将が返り討ちにしたらしき両兵ども、そして奥方の亡骸のみ。おびただしい出血をしたとき、明日と思わしき純将と5歳の長男はついに見つからなかった。ここに読み仮名振るんだったら前回そのままね、読み仮名振っててくれ、頼むから。いえ、それについては俺は何も言う資格はありません。何も覚えていないし、未だあの人を問い立たせてもいない。そちらの方が先でしょう。まあどの道アッシュと同じ結論になると思いますけど。そうか、ませいぜい頑張んな。ギリアスのおっさんは手強いぜ。最近じゃ俺もあんまり話せてないくらいだしな。そうですか。でも大丈夫です、もう向き合うと決めましたから。その息だ。今日は助かったぜ。礼を言わせてくれリン。いえ、こちらこそ声をかけてくれて感謝します。まあ祝賀会までせいぜいお仲間と楽しんでくれ。おっと、そういや面倒がけついでに一つ最新情報を教えてやろう。西オステア街道の外れに幻獣っぽいのが出たらしいぜ。え、第四機構手段にも頼んだから別にお前さんが動く必要はねえ。ただまあ興味があるならお仲間と挑んでみちゃどうだ。そんじゃお先に。なるほど、やっておこうか。まったくあの人はどこまでも食えないというか、厳重か。放置しても嘘だが、ちょっと気になるな。行くかどうかは考えるとして、まずはデート巡りを再開するか。お、やった。で、そうすると街道に出られるようになったので、またちょっとできてない回収を少しやっていこう。これは大聖堂の4時の鐘だな。そろそろトア先輩と合理の段取りを話しておくか。あ、リン君、さっきはお疲れ様。バルフレーム級の祝賀会に向かう段取りについてだよね。ええ、どうしましょうか。本校仕組みとの合流もありますし、そろそろデートに声をかけようと思うんですが、
うん、それじゃあ本校には私の方から連絡しておくから、リー君はタイミングを見て7組の子たちに通信で連絡して、一度演習地に戻って身だしなみ整えた方がいいと思うし。了解しました。それじゃあ演習地で合流しましょう。うん、よろしくね。よし、それじゃあ準備ができたらアーク2で7組の生徒たちに連絡するか。あまり時間はないが、やり残したことがあったら急いで片付けるべきかもしれない。オッケー、それやるとストーリー進行するのでね。その前にもいろいろ回収してみましょう。さあ、出発だ。釣り。それ。かかった。うわ。これは期待できそうだ。はあ。へえ、いい色がかかったな。謎の魚？あ、釣れた。あ、消しちゃった、ごめん。で、あの、釣ったからなんだっつうの。新人1個も持ってた。
とは適当に。はい、じゃあ、軽く探索してきたので、街道の手配魔獣やっちゃおうかっつうか、これ一人でやるのかな？わ、枯れ減ってきたな。また作るなり、なんなりしないと。せっかくなんで、これがっつり作っちゃおうかな。普通にそこそこ上手い人に作ってもらおうか。ち、めんどくせえな。お、ちょ、ほら。下手でも笑わないでくださいね。CP 回復アイテムをがっつり補充。どこ飲むか。で、ここか。さあ出発だ。さて、では手配魔獣、だいぶ先だね。一人でやんのかな。全然構わないけど。青いプレロマソウ、こんな場所にも咲いていたのか。あの幻獣見たことのない。シルエットだが尋常じゃない大きさだな。地下道での経験上、あれを倒したらプレロマソウも一緒に消えそうだが、体重的にもグギが出た方が良さそうだ。もしくはバリマール呼んで俺一人で対処してしまうか。いずれにせよ、ゲーセンの最中で皆の手を借りるわけには。いい教官。アルティナ、どうしてここに？そうか、レクターさんに聞いたのか。ええ、どうせ一人で何とかしようとするだろうから、見てきたらどうだと言われまして。その通りだったみたいですね。いや、正直かなりの相手みたいだし、ライオンに任せてもいいと思うんだが。もしくはバリマールを呼んで何とかしてみるか。わかった、すまない。対処する場合は一人じゃなく他の人の力も借りることにする。それでいいんだろう？ええ、当然その場合は私も同行します。先ほどの工作員については、蚊帳の外だったみたいですし。なぜかアシュ様はいたようですし、そのことをユナさんたちが知れば。わかった、わかりました。いずれにせよ、今後街道や地下道に出る場合は、新旧7組にも連絡してみよう。あの現地に飛ぶとしたら、準備整えてからにしないとな。はい、早速連絡してみましょう。はいよ。
じゃあやっちゃいましょうかね。ちょっと待って、すぎでしょ、バカじゃないのか。骨が折れそうですね。これは確かに飛行兵に挑んだ方が。そうですね、やはりバリマールを呼ぶか、新旧7組全員で挑むか。その必要はあるまい。運行長トア先輩、どうしてここに。何やら楽しそうなことをしていると聞いたものだな。ハーシルも伴い急ぎ参上したという次第だ。あなたらの挑戦、私も助け出しさせてもらおう。ああ、正直無謀だと思うけど、私もバックアップとして最大限サポートするから頑張って。心強いです。運行長もよろしくお願いします。任された。うん、勝ったな。最多の巨獣、メギドラドン。でっかい象さん。おろり、協力者の力も借りて、巨大現状の制圧を開始する。行くぞ、道路自覚に第7組。OK。手強いぞ、気をつけろ。できれば文工長のエスクラフト見てえからな。まあいいや。一発では終わんないっしょ、さすがに。あんだけでかいんだから耐えてくれるっしょ。もう結構大変じゃん。任せるがよい。それに少し入んないよね。うん、うん、今だ。遅い。ドン。耐えてみせるがよい。強もなり。よく合わせてくれたな。一応頑張りました。まだまだこれからだ。成長しちゃいます。OK、 倒した。ベルトもそのまま消えましたね。よし、やりました。やっほー、やったか。微妙にバグってるよね、あの文校長。ちょいちょい文校長消えたり剣消えたりしてるけど。見たかよ。皆さんお疲れ様です。みんなお疲れ様。ベルトもそのまま消えたみたいだね。
情報局や第四機構手段にはこちらから報告しておくね。新旧7組の力、改めて見させてもらった。夜の祝賀会もある。余興はこのくらいにして祭りを楽しむがいいだろう。了解です。二人とも本当に助かりました。ご協力感謝します。その後、トアとオーレリアは一足先にテートや演習地へと戻り、リンたちも探索が終了次第テートに戻ることにするのだった。ありがとな、アルティナ。考えてみれば1年半近く、こうやって俺を支えてくれたな。いえ、それが私の任務なので。それでもさ、マリマールや旧7組とは違った意味にはなりそうだけど、相棒として、教え子として、これからもどうかよろしくな。はい。いい笑顔だ。お、インナースーツ。よっしゃ、じゃあ今回はここまでですね。次回は、もらったこのチケット2枚使って、誰かと、話をし、話してたのイベントを見て、まあ、多分好感度マックスにはなって出ると思うんで、追加のイベントも出ると思うんですけどね。まあなんとか楽しんでいきたいと思います。なんとかっておかしいな。はい。まあその後は、祝賀会ですね。さあどんな催しになるのか楽しみです。では英雄伝説戦闘奇跡3実況プレイパート151、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれな。